バクー地下鉄は、アゼルバイジャンの首都バクーで運行されている地下鉄である。ソビエト連邦時代の1967年に開業し、中心部で非常に深い位置に駅が設置されていることや、アゼルバイジャンの国民的モチーフとソ連のイデオロギーの混ざった宮殿のように豪華な装飾がされていることなど、旧ソ連圏の地下鉄の多くに共通する特徴を持っている。 2014年現在 36.7km の伏線の路線網を持ち、全部で25駅ある。20ヤンバー駅の表示板ロシア帝国の最後の時代に港町のバクーはカスピ海で石油が発見されたことにより大きな都市へと成長していき、1930年代にはアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の首都となり、南高架サスにおける最大の都市となっていた。 都市開発の新しい総合計画の採用に伴い、地下鉄に関する最初の計画が1930年代に打ち出された。第二次世界大戦では幕府はドイツに陥落すること。1947年にソビエト閣僚会議は建設を認める布告を出し、1951年に建設が開始された。1967年11月6日に10月、 革命50周年を記念して、幕撃地下鉄がソ連で5番目の地下鉄として開通した。当初は 6.5km の区間で、一つの車両基地を備えていた。爆撃の独特の地形のため、幕撃地下鉄はソ連において、典型的な3本の路線が三角形を構成するような路線網とはならず、2本の楕円状の路線が市の中心部にある爆駅で交差する構造となった。 このため路線は、市の南西の端に始まり、北東へ進んで北部の住宅地区を経由して、曲がって南東部へ戻っていくような構造となった。路線は、段階的に開通し、1970年に、ウルトゥズ駅、1972年に、ネフツレア駅、1989年に、アマドリー駅まで開通し、2002年にハジアスラノーブ、駅まで開通したことで、 最初の路線が完成した。これに加えて1979年にベイクミルの車両基地に開設された駅への支線が開通した。2番目の路線は、ハジアスラノーブ駅からカスピ海に沿って進み、バクーの工業地帯を通過して1号線とバクー駅で再び交差する。そこからさらに西へ向かって、北へ向きを変えて北西地区と結ぶ。建設を促進するために、 28名駅から片駅までの支線が1968年に開通した。そして1976年には反対側に新度駅まで開通した。この時点で1号線と2号線は28名駅で同じ駅設備を使用していた。当初は2号線はこの駅を含めて3駅しかなかったので1号線との駅の共用は大きな問題ではなかった。 しかし1985年に第2段階が開通して、ママールアゲミエ駅まで伸びると8駅となり、乗り換え設備の建設が必要とされるようになった。1993年に乗り換え駅のジャファー・ジャバリー駅の第1段階が開通した。しかし、ソビエト連邦の崩壊と政治の混乱、ナゴルノカラバフ戦争や経済的な破綻などもあり、 爆雨における建設はほとんど停止してしまった。さらに1990年代には2回の破滅的な事件が起きた。1994年7月にはテロリストの攻撃があり13人が死亡、42人が負傷した。さらに1995年10月には混雑した。列車で火災が発生し、289人が死亡、300人以上が負傷した。 1990年代末になりようやく建設工事を再開することができ、一部欧州連合からの資金により一部だけ建設された状態になっていたハジアスラノーブ駅が完成した。2000年代半ばには1994年から中断されてきた2号線の北端への区間の建設が始まり、2008年10月9日に、なしみ、 2009年12月30日にアゼイデルク、プロスペクタイまで、さらに、2011年6月29日には D、RN、グラムリットルまで開通した。爆雨旅客駅とも接続するターミナルの28、名駅の地上にある旧爆雨駅駅車源、KFC ゼルキラードスラグ駅爆打地下鉄には、公式には1号線と2号線の2路線があるが、 相互乗り入れ運転を行っているため二つの路線に分けることはできず、運転系統は複雑である。そのため、一号線と二号線の区分けは、ほぼ無意味であり、同じ緑色の二号線同士であっても、直通運転を行っていない。一号線は、ハーツやスラローブ駅から、イスラシュア駅までの区間に加え、支線となるベイクミル駅から一号線の終点の、 イスラシュア駅と2号線の終点の DRN グラムリットル駅までの区間も運転されているが、各方面1時間に2本程度と本数は少ない。さらに、ハーツやスラノーブ駅から28名駅を通り、2号線の区間の終点の DRN グラムリットル駅まで行く路線、2号線の支線区間であるソイスマイルエクスタイ駅と CFR キャバール駅を結ぶ、 シャトル路線の計5系統に分かれている。このシャトル路線は、複線路線として建設されているが、需要が少ないため単線のみを使用した運行となっている。バクー鉄道駅とも接続する28名駅が、全運転系統の乗り換え駅となっており、同一ホームで複数の行き先の電車に乗ることが、できるが、2号線のソイスマイルエクスタイ駅と、CF ・ R キャバール駅を結ぶ、 シャトル路線は28名駅とは別の CF、R キャバール駅から発着する。しかし、両駅は構内で接続されており、乗り換えが可能である。ルーブル美術館の入り口のような建物のコーグル駅2011年現在、いくつかの計画があるものの2カ所だけが建設中である。爆地下鉄の局長であるトギー・アマドーフは2011年に、2040年までには、 70の新しい駅を建設する計画を発表した。この路線はバスターミナルや国際空港へも乗り入れる予定である。バクは起伏の激しい地形のため、とても深い場所に作られた駅がある。これは核戦争の際にはシェルターとしても機能するようになっており、1950年代から1960年代までの冷戦最盛期に建設されたこととも関係がある。 この深い場所にある7つの駅はどれも標準的なパイロン様式となっている。地下鉄の中の多くを占める13の駅は浅いピラー、トリスパン様式となっている。これに加えて、ベイクミル駅一つは地上にあるー一プラットホームの駅となっている。他の多くの旧ソ連諸国と同じように、駅は前列に飾り立てられており、モザイク、彫刻、レリーフ、建築などで、 ソ連のイデオロギーや進歩的、国際的な文化、アゼルバイジャンの伝統的な文化や歴史などを扱っていた。ソ連の崩壊後、いくつかの駅が改名され、新しいイデオロギーに適合した装飾に変更された駅もある。また、近年は各駅の入り口が改築され、パリのルーブル美術館を思わせるようなガラス張りのデザインの駅がいくつも誕生している。車両爆雨には、 ベイクミル駅に隣接する一つの車両基地があり、同じくベイクミルという名前が付けられている。2005年1月時点で228両の車両があり、これにより43本の5両編成が構成され、他は特別な目的に使用されている。古い型ではエジア3型や N-508 型があり、 多くを占めるのは1980年代初期から受領している81から717、714型とこの改良型である。2006年から新しい運賃支払いシステムが導入された。自動改札機に乗車トークンを入れる代わりに新しいフィード方式のカードシステムに移行した。カードはニマナトで発売されているが使用前にチャージする必要がある。この新しいシステムは 成功を収め、すぐに利用客に定着した。一乗車は0.2マナトである。同じ駅で複数回使うことで1枚のカードをグループで使用することができる。地下鉄の路線管を乗り継ぐ際は追加運賃はかからない。1994年3月19日から7月3日にかけて2回の連続爆破事件があり27人が死亡、91人が負傷した。 三人のアルメニア人が事件に関与したとして後に逮捕され服役している。ありがとうございます。